大主教は、キリスト教の役職の一つ。主教の中で権威の高いくらいとして用いられる称号。聖教会、ルター派、聖公会でこの役号を用いる。日本カトリック教会では大主教に相当するが、と言語では両者を区別しないことが多い。例えば英語では共にアーチビショップである。日本聖教会の大主教、聖にコラい。リアサを着用し、黒ブークをかぶり、 首からパナギアを下げている。ギリシャ聖教会の全種座主教、フリストドゥロス大主教。リアサを着用し、黒ブークをかぶり、首からパナギアを下げている。大主教は、各言語で以下のように故障される。聖教会にあっては、大主教座制度の長であるとともに、大主教区の行政の長として、付属教区の指導、監督にあたる。 なお大主教区の主教でなくとも、一定の年功功績によって主教が大主教に少女されることは珍しくない。ギリシャ系の聖教会においては総主教に次ぐ権威を有し、ギリシャ系の独立聖教会、自治聖教会において、主座主教は大主教の称号を保持している。対して、スラブ系の聖教会においては大主教の権威は不主教に次ぐものであり、 不主教が大主教を兼任していることがある。例えば、日本ハリストス聖教会の主座主教である全日本の不主教は東京の大主教を兼任している。また、総主教が大主教の称号を合わせて保持しているケースもある。聖公会のケープタウン大主教、デズモンドムピロツツ聖公会では、カンタベリー大主教をはじめ、ヨーク大主教、ウェールズ大主教、シドニー大主教、 ケープタウン大主教などが大主教位を保持している。主教座の名は、主教の座る椅子が、聖堂に設けられることから来る。主教座はギリシャ語で、アルファーシータデルタローアルファー、ラテン語で、コシードラと言い,い、大聖堂の名はこの椅子に由来する。大主教が干渉する聖堂を大主教座聖堂、主教が干渉する聖堂を主教座聖堂と呼び、 これら両方を大聖堂と呼ぶが、主教が管轄していない大型の聖堂も、通称として大聖堂と呼ばれることがある。聖教会の場合は、カタカナ表記、カテドラルは用いられない。用いられている大聖堂の表記についてもカトリック教会とは異なる、語義を有することに注意が必要である。主教座聖堂でなくともロシア語のは、大聖堂、大寺院と訳されるのが普通であり、 さらに主教座制度を主教座教会であっても小規模な制度を大制度と故障しない場合がある。聖教会では主教が干渉することを意味する言葉、主教座と大型の制度を意味する大制度とは別の言葉として扱われている。したがって主教座でない大制度と主教座制度のいずれもが聖教会には存在する。日本では ギリシャ語のアルファー C タイプシロンデルタローイオタカッパ、ロシア語の2、指教座の訳語を当て、ギリシャ語のニューアルファ、ロシア語の2、大聖堂の訳語を当てるのが一般的である。ありがとうございます。